逃げるぞ。まずい。こっちは。バレット。行くぞ。なんでお前らがここに？ゴールドソーサーで起こった事件の犯人を追っている。犯人は片腕が銃の男だって。なるほどな。あんたじゃないんだよな。全部俺のせいなんだ。バレット、話して。犯人の名前はダイン。俺の親友だった。4年前のことだ。マコーロが爆発事故を起こしてな。俺とダインは状況を確認するために現場に行った。その帰りだ。どうなってんだよバレット。あんな爆発が起こったっていうのにシンナの奴らは一人もいねえじゃねえか。なこと俺にも分かんねえよ。とにかく村に戻ってみんなに報告しねえと。なんだよあれ。バレット、ダイン。おやっさん。神羅兵が来て村を襲っとる。事故の責任をわしらに押し付けて隠蔽するつもり。おやさん、村を頼む。そんな。くそ、早く村へ戻らねえと。マリンとエレノアが。いつもそうやって諦める。走るぞ。くそ。バレット。何やってんのよ下手くそ。マコーロが事故を起こしたなんて言いふらされたら困るの。だからごめんなさいね。あんた頑張るわね。泣けるわ。マリン、ダイン。マリン。俺は出血で朦朧としながら何とか逃げた。で、
倒れたところをシロン先生に拾えた。だからこうして生きてる。そして右腕を失った俺は義手じゃなく、この復讐の道具を選んだ。ダイン、同じか。そういうことらしい。まさか生きてるなんてな。それを知っていりゃ、ダインもジンラに復讐してるってこと？わからねえ。ダインが現場から立ち去るところを見たが、誰かで構わず巻き込むようなやつじゃねえ。復讐だってんならなおさらだ。とりあえず会って話して、伝えたいことがあるんだ。じゃあ早速行く。あそこが牢獄らしい。ここにダインがいるのか。そのはずだ。俺一人で話をさせてくれ。でも、分かった。ダインなのか。へえ、懐かしい声だ。ダイン、待ってろ、今助けてやる。これ夢か。バレットじゃねえか。くそ。なんだよ、お前もエレノアの誕生日を祝いに来てくれたのか。あ、おい、エレノア、マリー、バレットが会いに来てくれたぞ。そうだ、元気そうだ。ええ、みんな一緒じゃねえ。じゃあなんでだろうな。おい、バレット、ミーナはどうしたんだよ。ダイン、お前、お前ちゃんとプレゼントを持ってきたんだろうな。今日はエレノアの誕生日なんだぜ。チキショウ。こいつはソルジャーじゃねえのか。てめえ、俺を死んだに売りやがったな。違う、そうじゃねえ。やめろ、ダイン。どうした、撃てよ。俺はお前を助けに来たんだ。俺を助けるだってお前が。
こりゃ傑作だ。面白いこと言うじゃねえか、バレット。寝言は死んでから言え。手出しすんな。これは俺たちの問題だ。それじゃあよ、落とし前つけよう。変わっちまったな。うわあ、バレット。昔よくネズミ捕りをしたっけな。お前も間違って罠にかかったろ。あの時は笑ったでな、相変わらず逃げてばっかだな、お前は。じゃねえか。
終わりだ。終わり？終わりだと？何も終わっちゃいねえだろうが、だったら俺を殺せ。それで終わりにしてくれ。バレット、クヌア！お前だけ死んで楽になろうってか。なんだよそれ。ああ俺を助けるんじゃなかったのかよ。俺は昔から変わらねえ。お前はうまくいかねえとすぐ諦めるんだ。許してくれダイン。俺がバカだった。もっと他に道はあったはずだ。それなのに顔に目がくらんだ。代償はでかかったよな。でもよ、頭の中で声が響くんだよな。エレノアの声がよ。あんたバレットを恨んじゃダメ。あの人に罪はない。じゃあ誰が償ってくれるんだ。シンラか。ああシンラしかねえよな。殺せば殺すほど俺の心も死ぬ。心の中は真っ暗だ。ああもう死んじまいたい。でもそれができねえんだ。なんでだよ。エレノアもマリンもいねえ世界に何の未練もないはずなのに。もうマリンは生きてる。4歳だ。ミッドガルにいる。マリン、目がエレノアにそっくりだ。髪の色も。爆発事故の後、俺は抜け殻だった。ミーナを失ってお前も死んだと思ってた。後悔と罪悪感に押しつぶされる寸前だった。そんな俺が動き出せたのはマリンのおかげだ。燃え落ちる寸前のお前ん家で泣いていたのを助け出した。それからマリンが俺の生きる目的になった。だから俺から奪ったのか。俺がどれほどマリンを愛してたか知ってたよな。それなのに。そうじゃねえ。お前は俺の愛するものを全て奪ってゆく。マリンのところへ行こう。一緒に。恨むぞバレット。マリンがいることをどうして教えやがった。
大義。俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。大丈夫なんですか？本人の希望だ。高度鎮圧用兵器を投入する。各班、至急退避しろ。そんじゃ、行きますよっと。仕上げだ。
これだ。畳みかける。落ち着いていく。時間がない。ここから離れるぞ。どうやってさ、若者たちよ、これに乗って逃げなさい。園長、
これは盗聴器にもなっていて、全て聞かせてもらった。君は無実だ。疑ってすまなかった。あのバギーは謝罪の気持ちだ。受け取りたまえ。彼は私が責任を持って埋葬しよう。助かる。そうとなれば脱出。園長、こんなことしてええんですか？ゲストの安全を守るのは園長の務めだ。君たちがミッドガルで何をしたにしろ、ゴールドソーサーでは関係ない。またいつでも遊びに来たまえ。優しいじゃねえか。行くぞ。じゃあ、ダイン。
どうよ。旧大天だ。もうすっからかったぜ。ああ、よくやった。これでよしと。統括、何かいいことあったんですか？ああ、いい仕事ができた。ん？お遊びはほどほどに。お呼びでしょうか。古代史は無事なのか。監視を続けていますが。約束の地へ向かっている気配は今のところありません。そうか。ヒュージマテリアより気になりますか。子供の頃からの夢だからな。絶対にこの目で見たい。では監視を強化しましょう。臭いこと言うなよ。頭の中が丸見えだぜ社長。俺が怖いんだろう。おっとまだ見えるぞ。なんだ。父親への威風、憎悪、劣等感、その奥に封じられた孤独。否定はしない。全ては俺の原動力だ。へえ、いいじゃないか。星には今少し刺激が必要だ。その力でかき混ぜてくれ。そんなに俺が気になるか。